さんこんばんは。モダンタイムス店長のヒロです。いよいよ明日からです。もうドキドキします。なんかこう今まで当たり前にやってきていたこととかね、あのランチライブとか別に普通にやってきてたので、なんか普通やったんですけど、ものすごい何ですかこのそわそわ感っていうか、めっちゃそわそわしてる。なんかあれやってこれで、だから明日はちょっとそんな今まで通りのメニューではなくてちょっと違う感じにしようかなと思っているので、あのいつもよりメニューは少ないはずなんですよ。オムライスと、カレーと、まあ、唐揚げ弁当とかやろうかなと思ってて、あとサラダとかペペロンチーノぐらいは出そうかなと思ってるんですけどね。えなんかすごい、あれちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、あれやっとかなあかんじゃん、これやっとかなあかんじゃんみたいなのがすごい、なんかドキドキしてますね。なんかあソーダの補充したかなとか、あ氷のスイッチ入れとかなあかんなとか、まあ氷は別にあれかね、ドキドキします。で、でも嬉しいですね。まあ実際のライブがどのタイミングでね、あのまあ通常通りというか、そのね、来週はたまたま予定が入っていたので下口さんにやっていただきますけれども、まあ、無観客で予定していたところというのはお客さんを入れるかどうかっていうのはこれから相談になっていくと思うんですけれどね、先ほどね Facebook で、BGM 演奏、ピアノの BGM 演奏とか、そのジャズとかアイリッシュとかでね、まあ、まずはお食事の、まあ、みんなで会話したりとかね、ご飯食べに来たりする中で、まあまあ、そっと寄り添ってくれるようなそういう音楽を入れていきたいですという、まあ、内容のね、あの Facebook を出しましたら、早速ね、僕ピアノの BGM 演奏やりたいですっていう方が連絡ありましてね、すごい嬉しいなと思って、ああもう早速なんか音楽のある店をですね、また今までとはちょっと違う形になるかもしれないんですけど、また始められそうなので嬉しいなと思ってますね。でちょっと今までのあれでしょ、工場感がちょっとお店っぽくなったでしょ、ここだけですけど、今からまたもうちょっと片付けなあかんのですけど、そして明日で、こんな感じで大画面でね、プロジェクターで、皆さんに今までのねライブ映像っていうのを、まあ、撮影していた分があったのでね、それを、まあ、スタッフに編集してもらったので、見ていただきながら、まあ、ランチタイム過ごしていただこうかなというふうに思っています。で、本当にこのモダンタイムスでやっているライブの、映像なので、なんかすごいリアルな感じがしてですね。で、なんかなんだろう、平和な日々だったんだなみたいなのをこうちょっとこう懐かしむみたいな、はい、ここでこういうライブが行われていたのよねみたいなのをすごく感じながらですね、またこんな日が早く来てほしいなと思いながらですね、今この動画を見ているんですけどね。ね、なんかちょっとなんて言うんですか、ジーンとするんですけどね、この動画を見ていると今西大志さんですけどね、なんか本当にこの15年間をですね、振り返るいい時間をもらった気がしていますね。で、こうやってまたミュージシャンの皆さんと一緒にね、お客さんにどうやって楽しんでもらおうかとか、お客さんどうやって幸せにしようかとか元気づけようかとかっていうのを、またこれからね、なんか一生懸命考えて一生懸命楽しませようっていう日々がまた来るんだなと思ったらですね、ワクワクしますね。ね、こうやって見てると見入ってしまいますねこれなんか音楽ってなんだろうっていうのを改めて考えますよね。こうミュージシャンにとっての音楽とか、こうお客さんにとっての音楽って何なんだろうって思いますよね。なんかまあライブハウスがライブハウスがってこう、まあ
コロナの初期段階ではめちゃめちゃ言われましたけど、やっぱりね、なんか音楽がない日々というのはもう想像がつかないですしね。なんだろう、先日ね、なんかワオワオの企画かなんかで、なんか大泉洋さんとなんか女優さん誰か忘れたけどが、15本ぐらいのミニドラマみたいなのを放映して、やなんかミニドラマみたいなやつをやっていてね、それがなんか公開になってたんですけど、それをたまたまなんか見て、そうするとなんかそのお二人はこう別れたご夫婦でね、なんかまあ大泉洋さんがなんかこう間違えて電話かけちゃうんですよね、元嫁に。で、あ、ごめんごめん、なんか間違い電話なんだよとか言いながら、何なのよそれみたいな感じで、こうまあね、奥さん、元奥さんがこう冷たくあしらうわけなんだけど、久しぶりに電話したのにそんな冷たく言わなくたっていいじゃないとかいう話の中でね、なんかこう元奥さんがコロナの中にあってね、なんかこうスーパーかなんかで働いておられて、なんかそのスーパーのその同じパートのおばさま方にね、なんかこうあなたは独り身だからいいわよねみたいな、なんか私たちこう家族にね、まあ、感染しないかどうか心配だし、それを家族に移さないかどうかすごく心配だし怖いのよねみたいな、なんか働かなくちゃいけないから働いてるけどみたいな、あなたはいいわよね一人身でみたいなこと言われたみたいな話でね、なんか泣き出すみたいなシーンなんですけど、なんかそんなつもりじゃないの分かってるんだけど、なんかつらいっていうかね、その私は感染したって誰にも移さないし誰にも迷惑かけないから感染したっていいって言いたいのみたいな、そんなことじゃないのは分かってるけどそんな意味が含まれてるじゃないのみたいなことで泣き出すんですけど、なんかこう、ああそっかーと思ってね、なんか私はあんまりこうそういうこと言われて気にはしないじゃしないんだけど、なんでかなと思ったら、やりたいことやってて失敗しても文句言われても意地悪言われても、こう自分の責任なんで、その仕方ないやって思えるところがあって、だけどやっぱ組織の中でこういろんな人たちと協調してやっていかなあかん立場にある人とか、一緒にその横並びでね、みんなで一緒に頑張らなあかん立場にある人たちっていうのは、こう辛いことっていっぱいあるんだなと思って、でそれ今やから私こんなこと言ってますけど、このコロナやからって全然へっちゃらみたいなこと言ってますけど、もしかしたら私がその OL 時代っていうかだったり、染色の工房で働いてる時代だったりに今のこの状況があったらね、すごい辛かったかもしれないなと思って、すごい孤独を感じたりとかこうしただろうなと思ってね、なんかハッとしましたね。なんかずっと私はこの店の中で2ヶ月間引きこもってましたし、あの人と関わることがほぼなくて、なんかまあお客さんとかミュージシャンの方たちとか関わるんだけど、お客さんもミュージシャンの方たちもすごい理解があって応援してくれていて、お互いね、なんかありがとうありがとうって言い合える間柄の人としかこの2ヶ月間はなかったので、すごいこう楽な感じでしたよね。でもそこで自分の意見と合わない人だったりとか、いやあんたそれ間違えてるよとか
もっとこうしなくちゃダメだよとか、こう言われると、この状況においてね、なんかそれも逆にそのなんかこう働けていいねとか、こう休めていいねとか言われたら嫌な思いをしたのかもしれないなと思って、まあみんな隣の芝生は青いというかね、一生懸命この働かなあかん立場にある人はね、お仕事を休業要請で休んでる、まあ経営者はね自分でお金組め背中が大変ですけど、まあ社員側としたらお仕事休んでて給料もらえてええなとか、リモートワークで家で仕事できて楽ちんでええなとか、まあ一生懸命ね、その通勤しなあかん人からするとそう思うかもしれないし、逆にお休みになっている人からすると、まあそれでその 100% 給料保証されることっていうのはまれかもしれないしね、あのお給料減ったりとか、もっと働きたいのに働けなかったりして、働ける方がマシやんって思ったり、なんかお互いがそうやって思い合うと、どん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 なんかすさんでいくんだろうなと思ってね、なんか結局そういうことなのかと思って、私はそれに気づいてなかったですよね、この2ヶ月間。なんかね、だからパーンって外界とのあれをしんどい時には切ってしまったらいいんだけど、切れない状況の人っていますからね、そういう人は大変だなと思って、だからそういう人こそね、それこそ音楽とかが必要なんだろうなと思って、こうやって音楽を見たり聞いたりしている間はやっぱりそういうことからね切り離して自分の世界にこう没頭できるというかね、なんかわーってなった時に栄養をね与えてくれるというか、音楽はなんかそういうもんなのかなと思って、なんかねやっぱり辛いなと思ったら、音楽でもお芝居でも何でもいいのでね、なんか自分の置いている身を置いている世界からね、パーンってこう離れられる何かをね、あの持っといてほしいなというふうに思いますね、まあ音楽がこれからもねそういう役割であればいいなというふうに思いました。ということで何の話か分からんけど、なんかたまにはドラマもええもんやなと、最近ちょっとラジオも聞いてるんですよ、なのであのね、いろんな人の話とかいろんな人の意見っていうのをしっかりまたね、あのあんまりこう浮世離れせんようにあのちゃんと世の中に溶け込んでいけるようにはい、頑張りたいと思います。ということで今日はこの辺で、お相手はモダンタイムステーションのひろでした。チェッ。